社会党は、1882年5月25日に、タルイトキチと赤松大輔らによって、長崎県島原において設立した政党。機関紙は、反省警報。日本で、初めて、社会党の名を冠した政党。タルイ自身は、国学の影響を受けたアジア主義者であったが、道徳の確立と自主平等を主義として、 社会講習の最大福利を目的として財産の均等化などを掲げた。党員は数名であったが、本拠地を松浦郡に移すと、地元の農民を中心に3000人の支持者を集めた。この動向に明治政府は警戒を強め、翌月には共産主義革命を企てた容疑で解散を命じられる。だが、たるいがこれに応じなかったために、 翌1883年1月に、樽井は、集会条例違反で、禁固刑とされて強制的に解散させられた。樽井東吉たるいは1874年に、岩倉ともみに、社会主義的な政策の提言をするが受け入れられず、西南戦争で西郷側に立つも敗北して、先行した後、無人島に、理想の村を作ろうと植民に取り組むも、失敗するなどしていた。 長崎に展示た際、外国帰りの人物から、樽井の主張は、西洋の社会主義に近いと教えられ、以降、東洋社会党の結成を模索するようになった。社会主義の具体的行動方針については、樽井の手に余るものであり、竹富自便に助言をこい、スペンサーの説や、優勢学を取り入れた。1882年3月2日、 近郊紳士号外が発行された。樽井はこれに1月に長崎で行った演説の書き起こしとして、東洋の虚無党と題する文章を掲げ、虚無党の発生は圧政政治に原因があると主張した。ここにおいて、樽井は、東洋の虚無党は、老僧思想などに由来し、西洋の虚無主義と本質は変わらないが政府に対抗するようなことはなかったこと。 西洋虚無党の逆賊を未然に排除するためには別の思想で対抗しなければならないことを主張した。ここにはカール・マルクスについて敗国の一学史としか出ておらず、社会主義を思行するタルイにすら未だマルクスの論が伝わっていないことがわかる。1882年、タルイは東洋社会党の結成に着手する。4月18日に、 赤松ら数名の同志と共に準備会を開き、5月25日、島原高等寺にて、東洋社会党、第一部第一同盟会が開かれ、たるいを発起人として、東洋社会党が正式に発足した。同盟は、立憲急進党、突飛党などの案が上がったが、結局、東洋社会党となった。これは、日本で、初めて、社会党の名を冠した政党である。 その統則には、道徳を、行動規範とし、自他平等と、社会公衆の最大福利を目的と謳った。東洋の名には、西洋の社会主義政党とは異なる、神話の党であるという意味が込められている。第一生和党は道徳をもって、現行の基準とす。第二生和党は、平等をもって、主義となす。第三生和党は、 社会公衆の最大福利をもって、目的とす等の中心活動家は、たるの他か江永義彦、横田虎彦、島原のし族の平らのしんぱちで、財政は、奈良の木材商土倉昭三郎がパトロインとなった。佐賀県西松浦郡を拠点とした。西松浦の農民らは、佐賀藩主であった、鍋島しまの特性的土地改革制度の継続を要求して、 運動を開始しており、たるいも、鍋島の前世を社会主義の講師と位置づけその、給料を重心的に先導し、東洋社会党は、農民の支持を集めた。3000余命を獲得し、そのほとんどは農民であった。島原の他には、新潟県において、赤川小一郎という党員が、宣伝活動を行い農民にある程度の影響力があった。5月、 渡辺聖太からは、鍋島乾燥の病に、人祖の変額を掲げ、その横に、財産の公平を推し進めた遺徳を慕う、という胸の看板を立てた。この時、長屋新聞は、貧能は、鍋島乾燥を、社会党の元祖であるとして推計しており、非善中に、東洋社会党の統制が広がる日も、遠くないと報じている。渡辺ら活動家は、島原における、 古作葬儀にある程度関与していたと推測されている。渡辺らが天物共有思想を浸透させた。このことは社会主義政党とみなされる布石となる。6月には機関し、反省警報の発行を開始した。東洋社会党の結成が知られると、論壇では賛否両論が行き交った。福地源一郎や村上博氏は、 西洋の社会党の外毒が日本に及んだとして、激しく非難した。政府当局は、東洋社会党を、共産党、虚無党と断定し、1882年7月7日内無教、山田明義は、結社禁止を命じた。禁止に先立つ7月6日、長崎警察署は樽井を召喚、尋問したが、樽井は、社会党とは神話の党という意味である。 道義に従えば、平等を主張するのは当然であり、この論理は、大乗官布国にも出てくるという趣旨の返答をしたという。結社禁止後も、たるいは、修正統則の作成などの活動を続けた。改正統則には、天物共有、共同社会、ここども育、理学的生殖などの主張が掲げられた。このほか8月には赤松が、 徳川幕府の転覆を図った、唯忠正しの彫像を作らせた。1883年1月、樽井は、結社禁止に背いて、改正党即総案を印刷、配布した。このこれにより、同25日に、樽井は、集会条例違反で、禁固刑に処され、これによって同党は事実上消滅した。樽井の親類である奈良の楠本助一郎は、 東洋社会党決闘に際して、党則案を受け取っており、これが契機となって、奈良で、薩米松が、借地虚無党を結成した。また、同じく、奈良県の吉野郡泥川の縁一万寺に、東洋社会党の記念非混流運動が存在した。明治20年代に、日本社会党を発行した、日本平民社という結社が存在し、松本県一は、 主張内容からこれを東洋社会党を引き継いだものと推測している。タルイがその後に大義士となった際には、東洋社会党を決闘した経歴から危険人物として警戒されたが、実際には在職中に何らの異彩を放つこともなかったという。東洋社会党の思想は、ベンサムの最大多数の最大幸福や自然法の思想を基調とし、それに、 土地共有と結びつけたユートピア社会主義であった。自由民権運動の過中、盛んに活動する自由党、改新党の両方が経済的不平等を無視する中で、東洋社会党は両党と同じく有産、有識階級を基盤としながらも土地共有を主張した。その一方で、社会主義の原則的立場であるところの生産手段の 私有の禁止については言及することはなかった。他方で、吉野作造は、たるいに、社会主義思想の開拓に功労があったことには、違いないが、無政府主義と見るのは誤りで、社会党や、虚無党の名を聞きかじっただけの一民権化であると、表している。飯田かなえは、 東洋社会党の思想は無政府主義的ではあるものの、天皇制や国家権力については一切言及されておらず、社会変革の方向も、解明先制的、国家主義的であるとしている。東洋社会党の性格についての評価は、石川三四郎のように、無政府主義団体と規定するものと、山地愛山、吉野作造、木村武史のように、 国家社会主義であると規定するものに分かれる。東洋社会党は、その主張の性格とたるいへのマックス・シュティルナーの影響から、日本の無政府主義の源流とみなされることがある。石川三四郎と、高徳周水は、道徳をもって、現行の基準とす、平等主義となすという主張について、無政府主義の理想を明白に宣言したものであり。 この統測は無政府主義結社の統測として完璧に近いと評している。山人愛山は、東洋社会党の主張は素朴なユートピア主義であるにもかかわらず、当時はアレクサンドル2世を暗殺した巨無党のようなものとして必要以上に恐怖する雰囲気があったと解雇している。東洋社会党が弾圧によってすぐま、運ん無償してしまったことについて、蔡久士官は、 バブーフの陰謀になぞらえて、日本の経済状況が、社会主義運動の発展を促すまでに、成熟していなかったとしている。麻生久氏は、理想主義的で空想的社会主義の範疇に属する、ものであるが、マルクスなど社会主義の理論が紹介されていない中で、自由民権運動に満足せずに平等社会の、実現を目指したことは、評価に値するものであるとしている。 ありがとうございます。